純にこう牛のウェジンコンテストっていうか酪農国とか地域の中でも生乳の生産に関しては一番多いので、引き続き審査公表よろしくお願いいたします。第5部1トン出品ということで、体型だったり乳房の良さだったりを、競う大会、体との、兼ね合いっていうかバランス、体に対しての乳房だし、もちろん体型良くなければダメだし、乳房だけでもダメだし、その兼ね合いっていうか、まあ、単純に月齢っていうか牛の大きさで 2,3 ヶ月くらいクラスによって分かれる。もちろん本当に未経さんの小さいクラスと生牛ね5歳以上のクラスとやっぱり違いますし、本当に保育園児と、まあ、言ってみればおばあちゃんではないですけど、それぐらいの違いがあるので、やっぱり区分によってそのクラスに見合った体型だとか、見合った乳房だとかを同じクラスで競う、健康にまたその小児に対しての、まあ、コンディション作りというか、まあ、未経さんは特にそうですけど、お肉が乗ってってはダメなんで、質感がよく見えるように鮮明さだったり、もちろんお腹が出てるように、6割がいいように、未経さんであればやっぱり健康ね、乳をミルクを出してなければ、あの体が絞れてこないので。やっぱり乳をきちっと出せるように、体が枯れてくるようにっていうことを、まあ、意識はしてます。式部長は酪農国十勝の中でも、もう生乳の生産に関しては一番誇るということで、まあ、今ちょっと酪農業績厳しい情勢ではあるんですけど、その中でも生産の皆さん日々努力されていまして、生乳生産に関しては、はい、一番きちますね。需給状況がバランス取れてないというところから、ちょっと今現状は生産抑制、酪農家の皆さんのマンドにこう絞りたいだけ絞れるという状況ではないという状況ですね。厳しい酪農情勢の中、本当にこうやってみんなで集まってこう意識高め合うというかという会というのは本当に大事だと思って、今までやっぱりコロナでなかなか規制もあって開催できなかったとしまって。そうですね、今後はやっぱりこういうことをきっかけに一丸となって、酪農を支えていければな。